ルートンダートはイングランドのルートンエアポートパークウェイ駅からルートン空港までの計画中の新交通システムである。ダートはダイレクトエアー、レールトランジットの当時語である。当システムは現在建設中であり、2021年に開業予定である。2016年4月、ルートン空港の所有者が自動案内家、ピープルムーバーを経由して、 空港とルートンエアポートパークウェイ駅を結ぶ計画を発表した。当プロジェクトでは3つの駅とともに A1081 道路の上を通る橋とトンネルを建設する予定である。計画では、ネイピアパークにあるバートレットスクエアが最初の駅となり、ルートンエアポートパークウェイ駅からの軌道を横切り、空港が最後の駅となる。これらには、 途中の現在中期駐車場がある場所を3番目の駅とするオプションがある。この連絡線は2017年6月にルートンクカウンシルによって承認された。2018年4月、ボーカー・フィッツ・パトリック・キアグループの合弁事業による建設作業が始まった。当システムは2021年に開業予定となっている。ありがとうございます。